社交器土偶は宇宙人ではニャーニャーニャかった。今から3000年前、巨大な目をした社交器土偶の作られた地域では、同じように大きな目をした土面が作られています。土偶は立体的な全身の像なので、それが女性を表しているということがよくわかるのですが。 ど面は顔だけなので男か女か分かりませんねそうじゃな土偶は女性像で土偶は先祖の生まれ変わりを生む女を表している当然赤ん坊を生むというのは本棚にしかできないわなそれに対してなんと土面は男と言わず女と言わず全て死者を 表しているのじゃ。へえ、おさらしいですね。そういえば、土偶は必ず口を丸く開けていますが、路面は口を閉じてますね。この口の形に何か意味があるのですかね？ほう、いいところに気がついたの。路面には口を三角形にすぼめたものもあるのじゃが。 この三角形はまさに死者を意味しておる。インドにも日本の密教にも阿雲の呼吸という考え方があるが縄文時代の人々にもこれと同じような考え方があったのじゃ。阿雲のという2つの口の形のうち口を開け息を吐くのが阿。 万物の始まり、つまり人間にあっては人生の始まりを表すものだ一方口を閉じ息を吸うのが運であって人間ではその死を表しているのだよなるほど土偶の口が丸く開いているのも 人生の始まりを表していると、そういうことなんですね。ただ、ここで注意してほしいのは、土偶の女は成人の女だということじゃよ。土偶には私好みの巨乳のものもあるからの。土偶の女が口を大きく開けているのは、 確かに人生の始まりを表しているのだがそれはその土偶の女の人生ではなくて腹の中に宿った胎児の人生の始まりのことじゃ赤ちゃんはおぎゃーと息を吐き出して生まれてきますけどそれが赤ちゃんの人生の始まりじゃなくて赤ちゃんの人生はおなかの中にいる時から始まっているのですね。 まったくそのとおりじゃ現代人はこの世に生まれてくることを人生の始まりと考え年齢は万で数えておるのだが昔は数え年といって赤子は誕生の時すでに1歳になっておったそれは母親のおなかの中で なの神に命を授けられた時からすでに人生が始まっているということを意味しておるよそんなわけで土偶の女には天下ってきたすなの神から子種を授けられる様子が表されているつまり女は受精の真っ最中で あまりの心地よさに甲骨として大きく息を吐いておるのじゃ函館の国宝の中空土偶もそうなんですかね博士の話はすぐそっちに行っちゃいますねだったら資料館より秘宝館に飾るべきかもしれませんね